はい、大学サインの不死鳥でした。これ逸話がありまして、この曲を初めて登場したのが2015年の夏の大会の時でした。忘れもしない準決勝だったかな、中京高校と対戦した時です。その前の日にどうしても不死鳥がやりたいと野球部からのオーダーがあって、一晩で楽譜を作って、試合当日の朝楽譜を持って行って、球場に入る前にみんなは、楽譜を見て覚えて、で試合で演奏したという逸話があります。負けてしまいました。そんな曲でした。はい、第2位です。はい、第2位はバンビーナです。はい、これ途中のコール皆さん協力してください。かましたれかましたれ一発かましたれっていうコールが入ります。大きな声でお願いをします。第1位、多分皆さん予想してますよね。第1位の発表です。はい、予想通り戦闘開始でございます。東宝といえば戦闘開始、代名詞を使えるようになったんじゃないかなというふうに思ってます。これも皆さん一緒にコールをお願いしてもいいですか。通常は応援団長がリードしていきます。 We are と団長、今日の団長は佐々木飛鳥君です。ドセンターにいます。挙手をお願いします。彼のありがとうございます。彼がリードしていきます。 We are と言ったら We are とお願いします。これを3回3回繰り返します。その後 We are とほうっていうので、みんなも We are to ho We are to ho と行きます。その後太鼓の連打が入ります。でせーのって掛け声かけるんで、せーの戦闘開始 T-O-H-O T-O-H-O to ho っていう風です。まあノリでやってみましょう一度。じゃあ佐々木君お願いします。We are the hope.
はい、戦闘開始でした。必ず初回に、この曲で応援をスタートさせます。皆さんが記憶に新しいのは今年の春の選抜でしょうか。でこの曲を使って2016年の夏、奇跡の大逆転といわれる試合も繰り広げて、いただきました。非常に印象深い試合でした。これ、ですね、皆さん We Are 東方で声を出してもらったんで、あさってからですね、あの夏の甲子園大会が始まります。各種報道で皆さんご存知かもしれないですが、愛知県代表の誉高校の応援に、我々行くことが昨日ですね、正式に決定をしました。全力で誉高校の応援をしたいなというふうに思います。この戦闘開始も誉さんからはぜひ誉バージョンでやってほしいというふうにリクエストをいただいています。誉さんはもう事前にパクってやってたそうです、自分たちで。今度は、生音というか実際のバンドをバックにやりたいということで、あさっての開幕試合というくじをキャプテンが引いてしまったので、当初私たちは開幕日だったらいけませんよって誉さんにはお伝えしてたんです。いろんなスケジュールが立て込んでまして、開幕日だけは当てないでくれと。ただ誉のキャプテンは不順が非常に悪いっていうふうに事前に伺ってました。そこまで悪いかと昨日の抽選の結果を聞いて、思いました。しかも相手がね、そこまで来るか、ある意味持ってる子だなというふうに思ってます。誉バージョンの戦闘開始も皆さんコールを覚えて、あさっての第一試合、甲子園で一緒に応援しませんか。どうですか。ありがとうございます。誉なので HOMARE です。ハマるかなっていう感じですけど、意外とスルッとハマります。これで佐々木君いいですか。誉バージョンで、誉バージョンでいきますよ、コール間違えないでね。では佐々木君お願いします。誉バージョンです、皆さん。
まだまだ未熟ですけども全力で応援をしていきたいと思っています。私たちが春に大阪桐蔭の皆さんにしていただいた恩返しではないですけども、誉さんも力になればなというふうに思います。皆さんの愛知県代表の誉高校応援をよろしくお願いします。東方マーチングバンドでした。また16時半からステージがあります。そちらもぜひご覧いただければなと思います。本日はありがとうございました。